ラー親父チャンネル。こんにちは、モデラー親父モデオです。本日も一緒に模型作りを楽しんでいきましょう。ガンダムファクトリー横浜限定の RX78F00 ガンダムバーストモデル、こちらをチタニウムフィニッシュ風に仕上げていきたいと思います。一番メインのチタニウムフィニッシュ風のこのホワイトの塗装ですね、パールシルバーとクリアホワイトを使ってうまくできたんではないかなと思います。このトリコカラーたちはガイアから発売されていますプライマリーメタリックを使用しました。金属色がしっかりと出ていていい色かなと思います。この辺の少し重めの色の金属はタミヤから出ているメタリックグレーを使用しました。動画での塗装の様子は省略しましたけども、こういったパーツに関しましてはシャドーブラック、やや紺色がかった黒で塗装しました。バーニアに関しては少しグラデーションをつけるような塗装をしました。それでは実際の塗装方法をご覧ください。黄色い樹脂成形の色をプライマリーメタリックイエローで塗装していきます。少し黄色の色が薄かったのでクリアイエローと1対1で調色して溶剤で 1.5 倍に薄めました。黄色の成形色の色は少し濃い黄色と薄い黄色2色ありまして、濃い黄色に関しては下地の色をオキサイドレッドに塗装しておきました。続いては赤の成形色にプライマリーメタリックレッドを塗装していきます。こちらも濃い赤と少し明るい赤がありましたので、サーフェイサーの下地の色を変えてみました。続いては青の成形色に対してプライマリーメタリックブルーを塗装するんですけども、どのプライマリーメタリックもやや発色が薄いなという印象がありましたので、こちらにはクリアブルーを少し足してから塗装していきたいと思います。同じ塗料でも下地が黒とグレーでは色の乗り方が全然違いますね。
黒の下地に塗るとあっという間にこう色がね感じられます。で無理して重ねず、ゆっくり何度も重ね塗りした方が垂れずに、綺麗に塗れるかなと思います。それではチタニウムフィニッシュ風の塗装をしていきたいと思います。まず明るい白のパーツについては下地にグレーのサーフェイサーを拭いておきました。これからライトステンシルバーを下地に塗りたいと思います。ややグレーがかったホワイトのパーツに関しては下地を黒サフで塗装してライトステンシルバーを塗装していきます。それではバーニアに対してグラデーションをクリアブラウンでつけていきます。主にこの下の方ですね、ここにクリアブラウン塗装していきます。通常の塗装よりも薄めに塗りたいので溶剤の希釈は5倍ぐらいにしてあります。グラデーションは希釈を薄めにした方が綺麗にいく感じはしますね。ややグレーがかった方のチタニウムフィニッシュ風塗装をしていきたいと思います。
クリアホワイトを2、パールシルバーを1、ほんの少し味付けにクリアブラウンとグレーを足してあります。塗装の乾きを遅くして角に乗る塗料の量を減らしたいのでリターダーを多めに入れました。はじめは下地のシルバーが溶けてこないようにやや薄めに軽く塗装しておきます。それでは2回目塗り重ねていきます。それではチタニウムフィニッシュ塗装をしていきます。クリアホワイトとパールシルバーを1対1で混ぜてリターダーも少し多めに入れます。それでは2回目塗り重ねてホワイト感を出していきます。塗装の様子いかがでしたでしょうか。次回は墨入れ、デカール、最終組み立てをして完成とさせたいと思います。
それでは本日もご視聴ありがとうございました。次回完成を見ていただきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。